皆さん、こんにちは。整体院ワイヤー生徒ケア代表の山です。いい姿勢っていうのをね、ご紹介させていただいたんですけども、この前ね。で、このいい姿勢で、ちょっと勘違いしてしまうものとして、胸椎後部が前に出てくるのが重要なんですけれども、この肋骨が浮き上がって、こういうね、姿勢は取ってはいけないことですね。肋骨が浮き上がって。で、この肋骨が浮き上がってしまうと、力が伝わりにくくなるんですね。例えばこの胸椎後部が前に行くと、どうしてもねこういう動きになると思うんですよ。胸が広がってる、胸が広がる、肩甲骨が下がるっていうのはいいんですけれども、肋骨まで一緒に、上がってしまう。で、そしてこの骨盤がさらに前傾になるっていうのは良くないと思う。で、その理由としてですね、その理由として、まず、肋骨をちょっとね、ぐっと前に引き出してあげて、腰椎を前傾にしましょうか。この状態で、歩いてみたりだとか立ってみた状態の重心を感じてみてください。大体ね、重心は前にあるとは思うんですけど、この状態だと。これだと、なんか上に浮いてる感じがしてこないですかね。それでもわからないっていう方がいると思うんですけれども、じゃあ今度は胸をちょっと押さえ気味にして、で骨盤をまっすぐ前傾型の前側に戻してあげる。だお尻の穴にギュッと力入ってる感じですかね。あとはこの溝打ち、心臓部分と恥骨、下腹部ら辺を近づける。近づける。多分皆さんいいのはこうだと思ってるんで、こうじゃなくて逆ですね。逆に猫背になるイメージですかね。で、この状態にしてもらうと、今度は足の裏に体重が乗ってるのは感じられると思うんですよ。重心が下で掴んでるイメージですね。さっきのこういうふうにしてもらうと、ちょっと上に浮くイメージで、これだとちょっと足の裏に体重がかかる感じ。体重がしっかり下に安定感が出るってことが重要なんですよ。そこがね、やっぱできてる人できてない人っていうのはパフォーマンス差が出ます。どうしても皆さんの誤解っていうのがあって、この腰椎骨盤が立った方がいいんだと、胸が開いた方がいいんだ、これが本当に多いですね。でもそうではなくて、骨盤はフラットで、肋骨は下がってる状態、これができることがいいんですよ。で、もちろんじゃあこれで前に進もうとした時に、こっからこういう姿勢になりますよ。こっからグッと、でも戻ってこのまんまで動こうとしても動けないです。走るときもそうですよ。この姿勢のまま足上げようとしてみてください。上がらないですよ。上がらないですよ、足が。なぜならば骨盤とっていうのは前後にしっかり動かないといけないですよ。こっからグーってここまで動かないといけないです。そうしたら足上がりますよね。骨盤も一緒にグーって上がってくれば足上がるじゃないですか。だからサッカーとかもそうなんですけれども、やっぱりこのまんまだったら足が上がらないですね。じゃなくてここまで動かさないといけないんで、こうしたら足は勝手に上がりますよね。で、さらに言うと、蹴ろうとして足だけだと触れないんですよ。で、そうじゃなくてここら辺から一緒に使ってあげると、上半身と下半身が連動してきてくれるので、スムーズに蹴れると思うんですね。でももうここら辺ガチガチで骨盤が固まってる選手、こういう選手っていうのはもうこの背骨が使えないので、上半身と下半身の連動はないです。もう棒の状態で蹴ってます。なのでパフォーマンスは悪くなるんですね。で、あと
海外でもね、やっぱこれはね、僕は海外のトレーニングははっきりとお勧めはしないんですけどよくあるね、その PRI とか DNS、これはね、海外のメジャーリーグとかサッカーもそうですけど、いろいろな競技で、主流となっているトレーニングですね。僕は、この、勉強会も出たんですけど、お勧めはしないです。お勧めはしたいですけど、でもこの2つともその考えが一緒なところっていうのは、この肋骨が浮かない、下がるってことなんですね。で、この骨盤が前傾じゃなくてフラット、なんなら僕らがやろうとすると後傾にしか感じないですよ逆にこっちにしか感じないですね、やろうとすると。これは考え的には一緒なので、だから必ずこの肋骨が下がっているのと骨盤がニュートラル、フラットっていうのは、これはどのトレーニングに対しても言えることだと思います。ただですよ、逆にこれをもう腰椎を下伸展にして、よくねこうスクワットをやらせるだとか、そのウェイトは大体こういうふうにせなんかもう背部緊張させてとかね、腰椎も伸展させてパンパンにしてくださいみたいなね、やる方がいるんですけども、これはもう論外だと僕は思ってます。やっぱりもうこれやってる、トレーナーさん、もう本当に選手たちのパフォーマンス低下がすごいですね。であとはもう怪我人しかいないです、そういうチームって、これをやってしまってるチーム、これがいくらコンディショニングで埋めようとしてもそれは無理ですね。なので、まずは必ずこの肋骨、溝内と、この骨盤、恥骨ですね、これがちょっと近づいてるっていうところが、これが姿勢的にもいいですし、パフォーマンスの向上にもつながると思います。なのでね、ちょっとね、そこのトレーニングを一つご紹介したいと思います。棒、何でもいいです、バットでもいいですし、ゴルフでもいいですし、この棒をですね、頭の上から肩甲骨を寄せて引き込んでいきます。これだとちょっとこの伸展してしまうので、肋骨は浮き上がりやすくて骨盤が前傾なので、これを逆に心臓と溝内を近くにする。でそうすると体幹部に力入るじゃないですか、まず。でこの力が入った状態で動かしてください、左右に。まず左右に動かして、これをですね、動かすときに重要なのは力が入った状態でさらに大きく動かすということです。大きく、単にこうスースースーって動かしてても根本的に意味がないんですよ。これ速攻戻ります。でそれ以上動かさないといけないです。それ以上動かさないといけない、今まで使ったことないぐらいまで動かさないといけないですね。でそうすることによってそこに神経が通るんですよ。使ったことないところに神経が通る。そうするとその筋肉が今度は動いてくるので、そこまで今度は使えるようになるということですね。強引にまずいい姿勢に出てしまって、今度は体幹部を、ちょっと安定させると。でその状態でストレッチをかけてあげる。ストレッチでも単なるストレッチじゃなくって、自分で動かせるところまで動かしてあげる。そうするとそこの筋肉、今まで使ってなかったところ以上の筋肉が使われるので、その分動きが良くなります。まずでもストレッチだとただ伸ばしてるだけなんですね。伸ばしてるだけだと結局は戻るんですよ。じゃなくてそこまでしっかり体を使い切って、そこに神経を入れてあげると、そこに伝達が起きるので、なので今度からその筋肉を使えるようになるんですね。でそうすると持続的に使えるようになります。それでね、こう使って動かしていけば動かしていくほど
今までこれだったのが今度はもっとここまで動かせるようになってきたりするんですね。だからそこまで神経が入ってくる。だからどんどん自分の、さらに上のところを段階的にこれはできるってことです。でさらに今このぐらい回してるのは下半身も含めてるんですよ。股関節も、入れてるからここまで動くんですけど、まあ連動させるためにはね、最終的には全部連動させないといけないんで、まあ動きいいんですけれども、さらに、まあ、下肢を、まあ、止めといて上半身で動かしていく。でこうすると上半身の動きがさらに強く出せるので、まあ、この2つともやった方がいいかと思います。まあそれでね、このトレーニングをどんどんやっていってもらうと、そのいい姿勢自体が楽に取れる、うん、動かせる範囲が広くなってくるので、そうすると楽な姿勢になってくるってことですね。筋肉だけでカバーせずに一部分の筋肉、腹筋背筋とかでねグッと固めて安定させるのではなくって、全体の筋肉を連動させて使っていく。でさらに骨格も入れてキープできるっていうふうにやっていくと、いい姿勢が長時間取りやすくなってきます。皆さんは多分筋力でカバーしようとしてきて、どんどんこれは疲れてきて、あ疲れてくるってこうなってきちゃうので、ちょっとこのトレーニング継続してやってみると、パフォーマンスも上がるし姿勢も良くなる、まあ、これ両方ともいけると思うんで、ぜひやってみてください。はい、今日も動画をご覧いただきありがとうございました。